どうもサバイバーの皆さん、今回もまたレベル上げて装備整えてきた。マジで面倒だった。ダンジョン周回してもだいぶ時間かかったんだぜ。レベル上げは難易度上げたハロウィンダンジョン周回して、たまに壁の中にめり込んだり、安定と信頼のバグ系チャンネル、そのうち RTA 界を揺るがすレベルの、とんでもないバグ発見したりできないかな？このゲームはそもそも RTA がないから無理だな。なんかダンジョンからダンジョンに入れた。日本語の意味が全くわからない。あとはマジでしょうもないガン待ちされたり、完全に罪みたいな状況になってない？そんなこんなでレベル38になった。ここの適正50じゃなかった？経験値量が倍になるポーション使って、その上で3時間ぐらいやって、6レベしか上がらなかったから本当にやる気失せた。レベル上がれば上がるほど必要な経験値量も増えるしな。それにどうせレベル上げても、罠でワンパンされるんだし意味ないでしょ。ボスの攻撃もどうせワンパンだろうしな。それでこれ、下に進む感じだけど、このゲーム上下の移動がマジでリスクありすぎる。下とか上とかマジで全然見えないからな。おーなんか溶岩が上がってくるやつ、下がるタイミングで進もうね的な感じのやつかな。まあよくあるギミックだな。これって触れたらワンパンなのか。正直そんな予感もするけど平気そう。4000ダメージぐらいかな。まあ余裕持って進めるぐらいにはなってるでしょ。このまま走っていけば余裕。いや待って上がってくるの早くない？最初の場所すらギリギリだったな。そしてまたしても上でガン待ちされてるし、これ本当にしょうもないよな。接触ダメージあるから上がれないっていう。それで進んだらまた下に行くやつ。適当に自分の直感を信じてだいぶ奇跡的にダッシュで足場乗れたな。いや待って待って上がってくるの早すぎ。ギリギリとかじゃなく無理なレベル。ここ奥に行けばなんとか。マジでなんなんだよガンマチ。 FPS よりもガンマチに苛立つゲーム。こいつらのガンマチたち悪すぎでしょ。罠と合わせてマジでエグいことなってる。それで次はここを下に行けばいい感じ？またマグマをうまいこと回避しないときつそうだ。ほっと下から敵がどういう挙動なの？謎の挙動による接触ダメージの蓄積。しかもこっちの攻撃当たってなかったし、マジで全部謎の挙動だった。そしたら溶岩下がり始めたから、このタイミングでゴー？これで突破できるかな？もうすでに溶岩上がってきてるけど。どうして？ 100% 間に合わなくない？ダメージ覚悟で行くしないかもな。HP 最大、これならなんとか間に合いそう。よしよし、あとは急いで上に行く。マジでさっきからなんなの？完全不可避ワンパントラップマジで笑う。怒りのあまりモニターを殴りそうになったわ。五十嵐大二さん。怒りのあまり卓上 PC 周辺機器をすべて倒してしまいました。やばいプレイヤーのゆっくり霊夢。それでここがボスの部屋。地獄のボスだからきっとラスボスみたいな、なんかグロテスクな見た目じゃない？一個前のバイオームに帰った方が良さそう。めっちゃ大パンみたいな攻撃してるけど、大パンしたいのはこっちだわ。ガン待ちに間に合わないマグマに。なんか両手に HP があるけど、適当に減らせばいいのかな？どっちも上の HP バーと連動してるし、それで良さそうだな。まあボス戦は案外楽そう。めっちゃ激しい攻撃ってわけじゃないしな。おっとなんか炎の攻撃して34000ダメージ受けたんだけど、安定と信頼のワンパン攻撃。まあとりあえずもう一回、ダンジョン参加、何回もやってればまあわかる。待ってここからリスタートなの？リスチボス前じゃなくてここなの立ち悪いな。もう一回ここ突破しなきゃいけないじゃん。しかも進もうとしたら、どこからともなくまた魔法攻撃飛んでくるし。マジで罠と敵のコンボエグすぎだろ。それで何千かやってやっと気づいた。あの炎が出るときはびっくりマークが出て、赤い通路を脱出すればレベル0に行ける。いつの間にここよりエグい場所来てない？ここでギリギリ回避できる。これで OK ね。これであとは戻。なんか地面から炎出てきたんだけど、マジで初見殺し祭りだな今回。それでなんとか片方の手は撃破できた。あとはもう片方の手を倒せばいい感じか。もう片方の手も切り落として焼いて食ってやる。ザ・フォレストの日常だな。と、炎の攻撃が来るから横行かないと。よしよし、これで回避できた。あとは次の炎が出てくるのを待って。ちょっと待って。ボスの HP ほぼ全回復したけど。多分にょんけどこのボス、両腕同時に壊さないとダメにょんね。そんなん気づくわけなくない？ちょいちょい出てくる初見殺し。サバイバルがメインのゲームだと思ったら、罠と初見殺しがメインのゲームだった。罠世界で初見殺しとサバイバルに変更するか？炎出てきたし地面になんか生えてるし、モチベがマグマダイブしそう。モチベーション全ロス。とりあえず勝てないことはなさそうだけど、両腕同時破壊を目指せばトラップカードオープン。そんなんどうやってかわせと？うおう、私がハニューンフルだ。ついに幻覚症状が出始めたか。
本パターンは変化ない。ミスさえしなければ多分問題ないはず。それで両方の手の HP をギリギリにした。これで同時に破壊すれば回復しないはずだぜ。そしたら真ん中に行って必殺。技名は忘れたけどなんかいっぱい吸うやつ。絶望的にダサいエコーやめろ。これで両腕とももいだ。言い方が生々しくてグロいんだが。こうなったらもう可愛いボスね。可愛い要素は一切ないと思うけど。まあこうなっちゃえばただのカカシも同然。あとはカカシと同じで殴れば OK。 日頃からカカシ殴ってる方ですか？これで地獄のダンジョンもなんとか攻略。マジで二度と来たくないわここ。 100% 間に合わないマグマに初見殺し多めのボス。とりあえず地獄ダンジョンは攻略したし、今回はここまでで、次は地獄の奥の場所だが、マジで行き方が一切わかってないっていう、まあ見つけたら行くかなって感じ。それじゃあ今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。